はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はまだ使ったことがない装備を使っていきたいと思います。これまだ使ってなかったんですよね。その他装備のこれ、呪詛返しの首輪ですね。マイナス数値がプラス数値になるっていう装備です。使えると思うんですけどね。このゲーム、ステータス値がマイナスになる装備って結構ありますよね。特に強い武器で。それを、全部プラス値に変えてしまうっていうやつで、一回使ってみようかな。まあ、この、大蛇殺しの巨剣、強いよね。でも、命中クリティカルがマイナスになるので、あまりよろしくないし、あ、このね、忘れられたシリーズ。これも強いけども、マイナスになるんだよね。まあ、とにかく、マイナスになるやつを、どんどんつけていきましょうか。あ、ここら辺がいいかな？命中回避も下がるし、これは忘れられたでしょう。あ、死を招くもいいよね。あ、でもこっちはクリティカルが上がる。で、忘れられた。んで、禁断か。あ、これは、巨人のコンボの方が良くない？あ、でもこっち防御力が上がるのか。防御力上がるのはすごいね。で、防具は全部呪われたシリーズだよね。うん。うわうわ、すごいな。呪われた。ひどい装備だ。で、これに呪詛返しをつけてやると、あ、なるほどね。ものすごく防御力とかは上がった気がするけども、どうなんだろうね。で、ここを、なんかあったな。これか。ロザリオ。物理攻撃力クリティカル。あ、これだったら、チャンピオンベルトの方が良くない？おう、100上がるし、こっちの方でしょう。あ、でもそれよりも、この一気化成とか、の方がいいか。うん、進化の銃が一番いいかな。はい。ま、とりあえず、この、呪われた装備をつけて、どれぐらいの強さなのか、やってみましょう。お、出た出た。では、どれぐらい強いのか、ちょっと試してみようか。ブランドで、いや、でもブランドはカンストしやすいからね、新十文字切りこっちで試してみましょうかね。どうだ？合わせて5万。これぐらいか。じゃあちょっと装備を変えてみましょう。それでは装備変更してみました。歴戦装備プラス UO と巨人のコンボですね。防具は守り人、ドラゴンヘルム、至高の甲冑です。で、呪詛返しのところをチャンピオンベルトに変えてみました。パラメーターを見たところ、防御力は呪われた装備の方が断然上です。断然強い、防御力は。でも、まあ、このチャンピオンベルトのせいか、物理攻撃力とクリティカルに関しては、こっちの方が高いんだよね。まあ、そりゃそうか。このチャンピオンベルトかなり強いからね。はい。まあ、とりあえずこれで、どれぐらいダメージ出るのか、試してみましょう。新十文字切りでいきましょう。さっきの呪われた装備の時が、だいたい5万2、3千のダメージでした。普通の装備ではどうだ。断然強えわ。断然強え。なんだそれ。はい、それでは今日はですね、まだ使ったことがなかった呪詛返しの首輪使ってみました。使ってみた感想、これは使わなくていいかなっていうところですね。装備結構マイナスのやつが多いので、絶対強くなるだろうと思ったけども、多分このチャンピオンベルトのせいかな。やっぱり攻撃力が100、クリティカルも100上がると強さが全然違う。うん。呪詛返しを装備すると、これ装備できないんだよね。うん、どっちか1個になってしまうので、まあ、それがでかい。うん、アタッカーとしてはちょっと致命的なのかもしれません。ダメージが減るっていうのはね。でも、一ついいことはあって、
防御力、耐久力は上がります。断然高い。ので、まあ、ボスによっては、呪詛返しで行ってもいいのかもしれません。まあ、俺みたいにゴリ押しが好きな人は、あまりおすすめできないですね。うん。絶対強くなると思ったんだけどな。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。